次はですね、はい、星野カービィの音楽制作に携わってこられた開発の方々にお話を伺っていきます。春研究所の石川淳さん、安藤博和さん、そして池上忠さんです。どうぞこちらに皆様大きな拍手をお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは石川さんから自己紹介をお願いいたします。星野カービィの音楽や効果音を初代の頃から作っている石川淳と言います。よろしくお願いします。お願いいたします。同じく、私は夢の泉からになりますが、やっぱり音楽と効果音を担当している安藤と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうもはじめまして、池上と申します。私は、少し皆さん2人よりも後で、先ほど聞いていただいた星野カービィ2から星野カービィのシリーズの音楽に関わっております。ですので、この中ではこう見えましても一番の若手ということになります。毎回ここで苦笑いが起こるのでどう受け止めたらいいかっていうところですね。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。そしてね、皆さん、安藤さんがなぜ鶏のお洋服をお召しなのかというのは後からお伺いするのでお待ちください。はい、はい、まあ、でもここまでオーケストラの演奏を聞いてみて、まあ、もう一応最終日ということなんですけれども、ね、改めましていかがでしたかね。はい、オーケストラの皆さんの演奏が素晴らしいので、なんだか自分の曲じゃないみたいですご自身が作った曲ですよ。はい、安藤さんいかがでしょう。はい、そうです。もう元々はオーケストラで演奏されるようには作ってなかったんで、こんな風にすごい演奏になってたのが聴けるのが、すごいと思いますね。はい、ありがとうございます。池上さんいかがですかね。はい、素晴らしいです。本当に改めてなんですけど もう皆さん本当に上手いですよね。プロですよ、プロですよ。はい、今日が最後っていうのが本当にもったいないな、はい、残念な、そんな感じです。ね、ちょっとこう6公演目、最終公演にちょっと感慨深いものがありますよね。さあ、そういった中でみりんさん、どういうお話を最終的、はい、最終日はお伺いしていきましょうか。そうですね、やっぱりこのレジェンドの皆様にはね、もういろいろ話を伺いたいんですけれども、やっぱりこのサウンドスタッフさんとのとディレクター陣の皆さんとのこう制作秘話だったり思い出だったり、なんかこう印象的だったことって何かありましたらぜひ教えてください。そうですね、先ほどは熊崎ディレクターが出てこられましたが、はい、熊崎ディレクターへの思いなども含めてお伺いできたらと思います。石川さんいかがでしょう。曲のイメージを、言葉にして人に伝えるというのは、それを伝えるディレクターにとっても、それを聞き取る私たちにとっても、ものすごく難しいことなんですね。それは何十年やっても経験値がほとんど上がらない部分なんです。で、星野カービィスーパーデラックスの最後の方にシューティングの面があるんですけれど、それは当時の桜井ディレクターという人からお話を伺って曲が先にできたんです。で、出来上がった曲に対して、桜井ディレクターがものすごい真剣な顔で、石川さん全然違うんですって言うんです。で、何がどう違うんですか。いや、全然違うんです。で、シューティングなんでしょって、シューティングです。横スクロールなんでしょって、横スクロールです。で、宇宙空間なんです、宇宙空間です。じゃあこういう曲ですよねって、いや全然違うんですって言ってる桜井さんも困ってるし、聴いてる私もどうしたらいいか分かんないで、で、何週間かしたら画面が出来上がってきたんですね。で、出来上がった画面を見てみたら全然違ってたんです。で、皆さんが知っているシューティングの曲というのはその後から新たに作り直したものです。へえ、そうなんですね。一方、熊崎ディレクターという人は曲のイメージを言葉にして人に伝えるということをそもそもあんまりもうしないようになってきて、とても指示が具体的になってるんですね。で、指示が具体的になると仕事がやりやすいかというと、自分としてはもう出来上がったと思ってるような曲をパソコンの画面を指さして、ここで鳴ってるメロディーをこことこことここで鳴らして、こっからここまでは2倍に伸ばして、この辺はヘビメタにしてねって言うんですね。私はどうしたらいいんだって
まあ、困るのが私の仕事です。困るのが仕事だったんですね。本当にあの対照的と言ってもいいほどのお二人ですけれども、安藤さんは何かエピソードありますか？そうですね、まあ、熊崎ディレクターは本当にもうどうしてくれっていうのがすごく具体的で、例えばある日は、家で自分の家の猫の声を録音してきて、これをラスボスに使ってくれって言ったり。ラスボスに、はいはい。あとまあ同じラスボス周りですけど、まあ鳥の形をしてくる敵がいて、それは鶏の声にしてくれっていうんで、まあ家に帰って昨日鶏にちょっとマイクを向けてみたんですけど、それをまずお話しする前に、はい、ご自身が鶏を飼われているということを皆さんにお伝えください。はいはい。そもそもあんまり普通の人飼ってないですからね。うんうん、そうですかね。平成です。平成ですよ、世の中。2羽飼ってますんで。2羽、もうまさしく庭には庭の話じゃないですか。そうですね。はい、はい。まあ、そういったこともあって今日安藤さんはこの鶏シャツ、そして鶏のバッジまでちょっとつけてもらえてるということなんですが、かわいい。はい、それで鶏使っ、まあ結局使って、ラスボスと、まあ、戦うときに最初はすごい小さくなるんですけども、それが攻撃する声なんですね。攻撃するときに言うんですけど、慣れた人だともう鳥のあれを攻撃する前にもう壊しちゃって聞くことができないっていうか。ね、ちなみにそれ何のタイトルですか？そっか、ロボボそうです、教えてください。ロボボプラネットのもう最後の最後あたりの敵なんですけども、それがもうせっかく入れたのにね、上手い人はあんまり聞くことなく倒しちゃうっていう。ちょっとあの会場の皆さんにお伺い、ちょっと恐る恐るお伺いしたいんですが、ちょっとあのニコ生の皆さんもぜひコメントでいただけたらと思うんですけれども、あのロボボプラネットのそのね敵を倒すシーンですが、ニワトリの鳴き声を聞いたよという方、ちょっと手を挙げていただいてもよろしいでしょうか？いらっしゃいますよ。でもちょっとちらほらというか、うん、これはでもね昨日より多いこれ。確かに。これ熊崎ディレクターの猫の声はもうラスボスそのものの声だからもうすごい目立つんですけど、鶏の方はもうなんかほとんどやられキャラみたいな。あのなんかちょっとそういう社内の権力関係の話をやめていただいていいですか？いやいや。はい、まあもうちょっと、あんまり打たないでほしいなっていう。ちょっとあのぜひ皆さん一回ゲームオーバーになってニワトリの声を聞いていただければと思います。はい、まあ、ありがとうございます。さあちょっとそういった珍回答がお二人から出てまいりましたが、池上さん。あ、はいはいはい。聞いてました？本当ね、面白いですよね。はいはい、いかがでしょうか？はい、私は後からの参加で、参加した時にはもう星のカービィの音楽っていうのがある程度完成されてましたので、そうですね、ディレクターさんのやり取りよりは最初はその星のカービィの音楽をどういうふうに自分でこう再現するかとか、そこにどう溶かし込んでいくかみたいなところを苦労した覚えがあります。はい、ディレクターさんによってそのやり方すごくいろんな種類あるんですけども、やっぱり共通しているのは皆さんすごい熱意がやっぱりすごくてですね、熊崎ディレクターが入ってきてすぐの時だと思うので、エアライドを開発している時だと思うんですけども、私効果音すごいたくさんあったゲームなので仕事ためちゃってお休みの日にこっそり出てきて仕事してたんですけど、それをね熊崎ディレクター見つけてきてですね、すぐに内線の電話をしてくるんですよ。それで新しいギミックを今作ってるからその音作ってくださいって言って、あ、休んでって言うんじゃないんですか？そうなんですよ。仕事しろって言われたってことか？そうなんですよ。しかも増えましたよね今。もうねお休みの日に仕事たまった仕事片付けようと思ったら仕事増えちゃったって。増えちゃってますよね。そんなことがありましたけど、
はい、まあでもやはり皆さんね、そのカービィの、はい、一応ですね、念のため言ってきますけど、あのお休みの日に働いたって言いましたけど、昔の話ですから。そうですそうです、はい、今はね、今はそういうことはもうありませんので、うん、はい、ブラックなんとかとかいうのではなくて、はいはいはい、昔の思い出ということですよね、はい、まあでも本当にあの皆さんそれぞれのね、そのカービィの愛があるからこそ、そういった中で、はい、作り上げてきたということで、興味深いお話をお三方ありがとうございました。ありがとうございました、石川純さん、安藤博勝さん、そして池上忠さんでした。ありがとうございます。